水には雷を。あいさ、集中攻撃やめて。今インビジインビジするときめちゃくちゃ中指突き立ててるからね、マキシマム。さすがだよね、マキシマムの姉貴。強いよ、やっぱり。レベルの違いを見せつけていく。呪文唱えるとき見てて、中指立ててるから。これで、よし。いいね。うわっ。サンダー！なんだろ、みちゃんはさ、ちゃんと指、両指をなんかこう、なんか立ててるように見えるんですけど、どうしてもマキシマムちゃんだけはね、中指を立てているようにしか見えないんだよね。そう、中指立てて、ケアールってやってくれるからね。ありがたい。見た、あの中指。華麗に上げてくださる。みちゃんがまずい。中指突き立ててるね。見た、すさまじい中指でした。魔法、中指ケアールを。今も勝った後も中指上げてるわ。今気づいた。ほら、一人で。マキシマム決めるとこうなるってわけ。ファッキンケアル。ファッキンケアル。それに比べてにちゃん可愛くない？両手をさ、前に出してキュッキュッって。アイドルみたいにしてるよ。つら、ちょっと強いので。先に防御、ファッキン防御力アップを。プロテス、中指ファッキンプロテス。よし、過去作は中指立ててなかったんだけど、画質が上がってバレてしまった。そうだよ、ピクセル化がとても画質よく行われたことにより、中指を立てていることがバレてしまった。バレちゃったか。ずっと上げ続けてたんだよ、何十年も前から。みんなが気づかなかっただけってこと。うっ、そんな痛くないの？だってさ、こいつ、このマキシマムちゃんだけさ、こんな私攻撃なんてみたいな顔してさ、中指も立てますし、それにハンマーが装備できるからね。やっぱそこからしてちょっと違ったってわけよ。ファッキン白魔導士。さて、ここよ、何がある？ヒール。あ、全員の HP 回復、これなんだが。全員回復は強いですね。もうひたすら中指を上げ続けているけども。好きあらば中指。好きあらばだよ、本当に。いや、これ絶対中指だよ、みんな。人差し指ですとか言ってるけど。だって人差し指だったら絶対この指さ、もう1ピクセル横にずらすことできたでしょ、これ。絶対おかしいよ、ちょっと。スクショして見てみようぜ。絶対これ中指だって。間違いない。証明してあげる。拡大してみよう、拡大。確かめてみよう。中指ですね。絶対さ、ど真ん中いってるもんね。言い逃れできません。検証の結果、中指ということにさせていただきます。